おはようございます。世に GoTo なんとかが幅を利かせている。トラベルは東京も対象になり、範囲は E とイベント商店街へと広がる。なのに GoTo 大学にだけ及び腰なのはバランスを欠くのではないか。小中高校では通学しているのに。 と思っていたら、大学生の団体、一律学費半額を求めるアクションのことが報じられていた。もともとはコロナ禍で学費減免を求める運動である。今は対面事業ができるよう公的支援を求める署名を始めたという。早く大学生活を取り戻したい。 キャンパスで教師や学友から知的刺激を受ける。そんな大学の良さが減じた半年だった。後期に全て対面に戻す大学は2割にとどまる。8割はオンラインとの併用というが、都市部や大規模大学では対面はわずかだそうだ。 この社会は無意識のうちに大学での学びを軽んじていないだろうか。劇作家の故山崎正和さんの回顧録「舞台を回す舞台が回る」に学園紛争の対策を練るよう首相官邸から依頼された話が出てくる。何人かの学者と議論して 東大の入試を中止すると提案、採用された。企業側の大学への期待は教育ではなく、入試で優秀な人材を集めることだけ。中止でショックを与え、学園紛争を社会全体の問題にしようと考えたという。 大学へのまなざしはその時代からどこまで変わったのだろう一億円以上の予算を GoTo に使うのにどうして私たちは大学に行けないの署名運動をする大学生の言葉が重い今日も 一日笑顔で、いつもご視聴ありがとうございます。何万打物、何万打物。